旬だるですよ。はい、今日もよろしくお願いします。さて早速今日のテーマいきましょう。こちらです。じゃじゃん。はい、こちら金沢初ゲストハウスポンギーの世界ということなんです。はい、ゲストハウス、海外に多くある簡易宿泊施設のことなんですけども、今ですね観光客の多い京都などでもこのゲストハウス増えてるんですね。なるほど。はい、そして金沢にもこの6月に初めてゲストハウスができました。そのゲストハウスポンギーに今日は迫りますよ。では早速 VTR ご覧いただきます。皆さんも一緒にせーの、旬だに。金沢市六枚町にありますこちらゲストハウスポンギーです。赤い建物のハウスです。こちら倉敷用水路にありますよ。中から入ってみましょうかね。ちょっとすいません、失礼します。この方がオーナーの横川さんです。こちらはあれですか、町屋を改装された建物なんですか。そうなんです。あの明治期に建てられた呉服店をあの改修しまして、であのゲストハウスとしてあの今オープンいたしました。早速中へお邪魔しますと、まずこちらが一つ目の共有スペース。ここでいろんな国のゲストが交わり話に花を咲かせます。こちらがあのポンギーで、ベストプレス、一番いい場所でもあるんですけれども、あのデッキ、あとは月見台とか縁台とかあの呼んでるんですが、はい、あの喫煙場所でもあります。どうぞよろしければぜひ参りしてください。どうぞ。これでも夕暮れ時だったら最高でしょうね。そうですね、ここで、あの夏はホタルも出ておりまして、はい、あの花火も遠くにあの見えました。さあ、さらに奥へ進むと、こちら2つ目の共有スペースがあります。パソコンや冷蔵庫、電子レンジなどが揃います。そしてこちら、こちらは、はい、ベッドがありますね。こちらが男性用のドミトリーでございます。2段ベッドが2つで収容人数4人の相部屋です。宿泊代はなんと2600円からと非常に格安。本当だ。少しでも安くお泊まりいただいて、その分あの外で美味しいものを食べていただけるなど、金沢を満喫していただければと思っております。なるほどね。ではなぜ金沢にゲストハウスを開いたのでしょうか。とてもあの日本の、伝統文化に、触れやすい街でして、そしてとてもあの人情のあふれる街ということで、とても住みやすくて、ぜひ金沢でゲストハウスをしたいと思いました。そんな横川さんは東京都出身。過去15年間ブラジルなど南米に住んでいたなど海外経験も豊富。これまで NPO 活動を通じて海外支援にも取り組んできました。数ヶ月間ミャンマーで僧侶を務めた経験もあり、ポンギーの名はその体験に由来します。そうなんですよ。おかえりなさい。ウェルカムバック。ローズさんは異国の人と会話ができるということ、そして格安だという点でポンギーを選びました。 What's your favorite Japanese food? Sushi. Sushi? Sushi. おー、舌が超えてる。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 おー、エマイ。My English delivery?Yes. さあ、インドから来たラクシュマナンさんは仕事で5日間の滞在です。 What? Did you know ポンギー? How did I know ポンギー? はい。 Okay. Internet? Internet. I was searching the balcony stay. Then I came to know there are two guest house here.ごめんなさい。日本のあの佇まい、がある本木に泊まりたくて来ましたと、で本木を選んで正解でしたと言っていただきました。ありがとうございます。オープン以来訪れたゲストの国籍はフランス、ポーランド、デンマーク、アイルランド、韓国、そして国内の日本と様々。国内でも大丈夫なんですね。そうなんですよ、もちろん。宿では国籍を超えて仲良くなることもしばしばなんですが、横川さんはさらにポンギーを地域の人とゲストの交流の場にしたいと話しています。
そこで近所の方がゲストに抹茶を振る舞う機会を設けたり、習字教室を開くなど積極的に機会を開いています。お上手ですよ。ではせっかくなので今日は鍋パーティーをしたいと思います。一緒ないし、ソフトまでなしで、ソフトノーソフト、ハードはそうハードそうノーキングノーキングって焼きこれティッシュ焼きの焼きの英語で言ったかった。フィッシュはノフィッシュノフィッシュノフィッシュ嫌いらしいね。オッケー、ただいま。買い物終了です。さ、買い物から帰りますと、ご近所の方も食材を持ち寄ってやってきました。やっぱりね、うん、高いですよね。これが焼きおにぎり、おにぎり大家さんから持参、そしてドイツのこちらドイツから訪れた親子も一緒に参加です。さあ、それでは鍋ができました。せーの、いただきます。驚いたのが、意外と皆さん箸をうまく使うんですよね。お上手ですね。ただこんな場面もありましたよ。マロニー、マロニー、It's not the cat. Okay, okay, okay. Got it. Okay. You got it. Yeah. Japanese eating 方法。方法。ライス、ライス。漬物。漬物。これでしょ。うん。うん。うん。楽しい食べ方。漬物ご飯。面白くないですか。みんな間違えた。グッドラックです。あと英語を使っていただきました。ありがとうございます。グッドラックやね。横演習したからね。おお。グッドラック。コンギーはもう国籍もあと年齢ももう過去も全く関係なく、皆さん同じようにこちらに集まっていただいて、そして交流していただいて、そしてまた元気になって戻っていっていただくという、そういうところでしていきたいなと思ってます。はい、ホンギーダベースダベース。はい、というわけでご覧いただきました、ゲストハウスポンギーは泊まっている方だけではなくて地域の方の交流の場としても使われているんですね。温かい雰囲気でしたね。はい、いいですね。こちら6月のオープン以来誰もいないという日はないくらいですね、人気で、夏休みや連休になると超満員、共有スペースでも宿泊するほどの人気だそうです。なるほど。英語できるわけではないんですけども、こう実際に顔を合わせて話すと、こう表情や手振りでコミュニケーションが取れるのがいいですよね。国籍を超えまして、ちょうど今円高ですしね、はい、外国の方にとってはこういう風にリーズナブルにとらわれて、さらに伝統文化も楽しめるっていう、そうですね、ところだと思います。で、今ご覧いただいたように4日間に一度ぐらいのペースでこう泊まった人と一緒にこう鍋をしたりとかもしてるそうなんですね。はい、さあ、そしてですね、オーナーの横川さんなんですけども、東京都ご出身なんですね。ご自身も旅人をした経験があり、さらに金沢の地にこう惚れたということでオープンしたということなんです。またこう金沢駅から近く6枚のこの街の周りの皆さんもとっても温かくて、この場所に決めたとおっしゃっていました。はい、まあ、この金沢のですね、小さなこの町屋の空間にこの楽しさと、そしてこの金沢のこのおもてなしの心がね、こうね、こううまく融合した空間だなというふうにこう今期感じました。日本の方ももちろん泊まれるんですよ。あ、なるほどね。はい、なんでもこの九州から原付でこの金沢までやってきて、その土地で泊まったという方もいらっしゃったりとかですね、本当に様々な国の方がこう泊まっていらっしゃるんですね。どうですか、稲垣さんも越しも。いや、本当にいいですよね、そうやって海外の人と交われるというかね、楽しめる場もあるってところも本当にそうですよね。このまたポンギを拠点にして金沢の良さ、そして石川の良さをもっといっぱいいろんな国の方に知ってもらいたいなというふうに、ね、感じました。というわけで今回はゲストハウスポンギーについてお伝えいたしました。来週も週なでお楽しみに。かっこいいタッキーでもなんかタッキー一番奥行ってた英語が